はい、始まりました。石門ジャップ TV。 J リーグ青春名鑑が発売になり、 J リーグの開幕がようやく近づいてきているなと感じる今日この頃、本日は年に一度の禁断企画をやります。 J リーグファンの皆さんが荒れるのは必須。そう、 J リーグ開幕前の風物詩、2021年シーズン J2 リーグ順位予想を私、石門ジャップの独断と偏見で勝手に発表していきます。また J1 編も別の動画でアップしますので、ぜひよかったらそちらの動画も次回の動画でご視聴していただけると幸いです。ではまず昨シーズンの順位ですが、最終結果徳島と福岡が J1 昇格を果たしたわけですが、当初は長崎と大宮が昇格圏内だった J2、 しかし夏場からまさかの北九州が破竹の9連勝で首位に躍り出て、小林慎二監督さすが昇格受け鬼、これはもしやと思いましたが、リーグ戦半分を折り返したところからアビスパ福岡怒涛の12連勝が始まり、終始昇格圏内を射程圏内にしていた安定の徳島も終盤戦に5連勝を達成して、徳島と福岡が猛追してくる長崎を振り切るように共に J1 昇格まで逃げ切る形になった2020年シーズンの J2。 コロナ禍によりプレイオフと降格のレギュレーションがなくなり、約5ヶ月半で日程を消化するイレギュラーなシーズンで、どこが J1 昇格するのか月ごとでわからなくなるというシーズンでした。そこで今年の J2、 まずレギュレーションに関してですが、昨年と比べまたもや変更がございます。J1 昇格は2チームで、 J3 への降格が4チーム。例年にあった6位から3位の J1 昇格プレイオフはなしのレギュレーションとなっております。しかしこの4チーム降格は本当にきつい。終盤戦まで気が抜けず、勝ち点1をもぎ取ろうと勝負に徹したドン引きのサッカーが昨年に比べ増えると思われます。また昨年は新型コロナウイルスの影響に伴い、2020年シーズンは降格のレギュレーションが各カテゴリーなかったことから、今シーズンは元 J1 ほやほやのチームはなく、大本命チームがいないのが今年の J2 ならではの特徴。近年であったら降格して即 J1 昇格を果たした清水エスパルスや名古屋グランパス、あと柏レイソルレベルの明らか J1 レベルのチームが不在なので、どのチームからしても今年は特に狙い目の年かなと。しかも来年は元 J1 チームが4チーム増えることを考えると、どのチームも絶対今年 J1 上がりたいと思うはずですので、どのチームが J1 昇格するのか本当に読みづらい。そこで大混乱が予想される J2 リーグが迫っている中、早速順位発表を行っていきます。しかし下位から上位の順番で発表すると面白みに欠けるので、18位から3位まで発表して、それから22位から19位の降格するチームを発表、そして次に J2 に昇格してくる J3 の2チームを発表して、最後に2位と1位を発表する流れで進めていきます。それではまず第18位、ファジアーノ岡山、残留おめでとうございますということで、嬉しいような嬉しくない順位設定失礼いたしました。昨年2020年シーズンは12勝14分け16敗で、17位から一つ下がって18位予想。監督は有馬監督が続投ということで、比較的白井選手やイオンジェ選手や上条選手など主力を残すことに成功したものの、昨年はポープウィリアム選手のビッグセーブが目立ちすぎるくらいピンチを多く作られており、かつ有馬監督が続投なので上がっていくイメージは個人的に持てないっていうのが正直なところ。補強では近年の岡山の象徴である上田選手や赤嶺選手に向原選手を放出した分、鳥取の守備の要の井上選手や若手の有望株アタッカー川本選手に宮崎選手を獲得したものの、物足りなさが残る印象。前線の選手は個人で活躍しそうな選手が多いため、チームは残留するけど攻守ががっちり噛み合うイメージは持てないため、18位ぐらいが妥当かなと思います。そして次、第17位、東京ヴェルディ。これは逆サプライズ枠、名門にしては買いすぎるかもしれません。昨年2020年シーズンは13勝15分け14敗で、12位から5つ下がって17位予想。長井監督は続投、長いサッカーの3年目で集大成を迎えたいところですが、経営危機問題のごたごたがプラスに働くとは思えないことと、藤田選手と高橋選手の流出は非常に痛い。それに対して加藤貢献選手とンドカボニフェイス選手で補充しているものの、補充しきれているかなと疑問が残る印象。また今シーズンは降格枠が4つになることで、勝負に徹して引き気味になるチームが増えそうな中、ヴェルディは持たされて一発でやられるという展開が増える気がして苦戦しそう。しかしクラブの経営危機に際して助けるように、かつて東京ヴェルディで活躍した梶川選手と富澤選手の復帰は熱いので、ここがどこまで戦力として上積みになるのか注目したいところです。
そして次、第17位、ミッドホーリーホック。これも逆サプライズ枠。昨年2020年シーズンは16勝10分け16敗で9位から7つ下がって16位予想。秋葉監督が続投となっており、昨シーズンナンバーワンの得点力を支えた山口選手や前島選手や富山選手やウンドカボニフェイス選手など主力選手が軒並み抜かれており、超攻撃的な打ち合いサッカーが対策されないか個人的に気になります。まあ主力を毎年引き抜かれるのは水戸の恒例行事的なところがありますが、新しい戦力で言うとこれも水戸ならではの恒例行事、くすぶっている若手が覚醒するというところで、山根選手や安藤選手が躍進するんじゃないかなと個人レベルで期待は持てます。しかしチームとして降格枠4つがある今シーズンでは、打ち合いスタイルは上位に行きづらいかなと思って16位予想としております。そして次、第15位、ザスパ草津群馬。まあ妥当な順位予想かなと。昨年2020年シーズンは15勝4分け23敗で20位。それから5つ上がって15位予想。奥野監督が続投ということで、昨シーズン20位っていうのが信じられないチーム。昨シーズンの終盤戦は J2 で一番強く、12月は無敗の4勝1分けと覚醒。この流れを維持できればもう少し上の順位に行けそうなんですが、群馬の好調の要因であるハイラインを支えた岡村選手と飯野選手の J1 出世移籍はかなり痛い。しかしそれを補充する形で畑尾選手や北川選手の獲得は効果的で、絶対的存在の大前選手や田中選手が残留したのは大きいんですが、昨シーズン終盤戦同様のスタイルが継続できるかは、シーズンを通すとなると対策された時にどう対策し返すかが難しそうで、残留できたらいいくらいの順位かなと予想します。そして次、第14位、ギラバンツ北九州。昨シーズンができすぎただけに今年は妥当な順位予想かなと。昨年2020年シーズンは19勝8分け15敗で5位。そこから9つ下がって14位予想。 J 屈指の昇格受け負い人である小林慎二監督が続投ですが、大幅な下位への降格予想は本当に申し訳ない。しかし戦力の抜かれ具合が半端じゃない。 J2 で一番抜かれたんじゃないかなと。ただ高橋選手と村松選手が残留したとはいえ、各ポジション個人昇格移籍が多く、抜かれた戦力に宮田選手を補強できている感じはしないので、昨シーズンほどの大型連勝は起きないと見ております。また昨シーズン連勝後からの失速もあり、シーズンを通しての安定性は担保が取れなさそうなので、これくらいの順位かなと予想します。そして次、第13位、ツエーゲン金沢。昨年2020年シーズンは12勝13分け17敗で18位。そこから5つ上がって13位予想。柳下監督が続投と5年目の柳下体制、本来なら点取れるストライカーがいた昨年にもっと順位アップして欲しかったチーム。移籍動向ではルカオ選手や加藤選手とストライカーが抜けましたが、抜けた穴に宮田選手として瀬沼選手や丹羽選手、そしてスピードスターの大谷選手など、柳下監督の対人プレーを重要とするサッカーをするにもってこいな選手を連れてきているので、手堅く勝ち点は積み重ねそう。そして上位相手にはそこそこやりそう。しかしロングボール主体で対人プレー勝負命のサッカーなので、安定的に勝ち点3を連続で荒稼ぎするイメージは少ない。しかし若手に有望株選手が多く、島津雷生選手に石尾選手、そして復帰組の庄司選手など注目ポイントはかなり多く、 J2 を面白くする存在だと個人的には見ております。そして次、第12位、ヴァンフォーレ甲府。2年連続プレイオフ圏内のチームがまさかのこの順位ということで、逆サプライズ枠でございます。これは大胆に予想してみました。昨年2020年シーズンは16勝17分け9敗と4位。この9敗しかしてないにもかかわらずこの順位っていうのは、この引き分けの多さが非常にもったいない。まあその4位から8つ下がって12位予想としておりまして、そして伊藤監督が続投ということで、ここ近年主力選手を軒並み放出気味で、クラブとして財政は収縮感が否めないんですが、伊藤監督がこれまではうまくやりくりして保有している戦力以上の結果を2年連続出している印象。しかしもうそろそろそれが限界が来るんじゃないかなと個人的に予想します。守備の硬さはある程度計算できますが、点を取る部分では不安材料が拭えないかなと。ドゥドゥ選手に太田選手にジュニオルバフォス選手など前線の選手が抜けた分、新エースとして期待される野津田選手に光平選手に有田選手などどこまで活躍できるのか。契約満了選手が甲府でよく活躍するんですが、クラブの象徴ドゥドゥ選手の放出と財政収縮により昨年からの積み上げが小さくなり苦戦するんじゃないかなと予想しております。そして次、第11位、大宮アルディージャ。ほんまはもっ
っと上の順位にしたいチーム。昨年2020年シーズンは14勝11分け17敗で、まさかまさかの負け越しで15位。そこから4つ上がって11位予想。監督は高岸から岩瀬監督に交代。昨シーズンの成績が意外すぎて、今年は巻き返すかなと思ったんですが、戦力は昨シーズンとさほど変わらず、川面選手や黒川選手など主力はしっかり残してる印象。しかし補強は例年に比べ地味かなと。ピンポイントで要所を抑えた補強で、選手層は相変わらず J2 屈指ですが、珍しく大宮お得意のヨーロッパからの反則級の助っ人外国人の獲得はなしと、これはコロナ禍の影響ならではかなと。昨年大外れに終わってしまった伊庭選手と初キッチ選手がまさかの残留ということで、新監督の下で爆発なるのか、それ次第では上位に行くことも予想できますので、大宮今年は本当に読めずということで、この順位予想にしました。そして次、第10位、ジェフユナイテッド千葉。昨年2020年シーズンは15勝8分け19敗で14位。そこから4つ上がって10位予想。ユン・ジョンファン監督が続投となっており、鈴木大輔選手に伊藤選手など J1 から軒並み実力者を獲得しており、同じカテゴリーの J2 からも福光選手や小田選手、大月選手など実力者を多く獲得しておりますが、毎年の千葉の補強とさほど変わらない相変わらず感、戦力と関係ないところがこのチームには重要な気がします。しかし率いるのがユン・ジョンファン監督なので、昨シーズンの上積みがあるのか、戦力として高橋一生選手や桜川ソロモン選手に岩崎優斗選手など若手有望株が多くいるので、ここが順当に躍進すれば、今年ジェフユナイテッド千葉ひょっとしてひょっとするかもしれません。そして次、第9位、 FC 琉球。これは個人的にかなり攻めてみました。昨年2020年シーズンは14勝8分け20敗で16位。そこから7つ上がって9位予想。樋口監督が続投と1試合に6得点取るほどの爆発力が今年も披露できるのか。小泉選手や河合選手を除けば主力は軒並み残りましたし、その抜けた穴埋めとして清武選手に、かつて琉球のエースとして活躍した中川選手の復帰、そして地元凱旋となる赤嶺選手と琉球の超攻撃的サッカーを加速させそうな補強をしたなと。守備は置いといて攻撃で圧倒する心意気が見て取れる分かりやすい選手編成から、今年の琉球迷いは一切ないと思われますので、躍進あるんじゃないかなと見ております。そして次、第8位、ブラウブリッツ秋田。これも個人的にかなり攻めてみました。昨年2020年シーズンは J3 で28戦無敗で圧倒的な優勝を決めた強さから驚きではないかもしれません。総合成績としては21勝10分け3敗で1位。もちろん吉田監督が続投と、初の J2 の舞台でどこまで通用するのか。J3 から J2 に昇格して即躍進は、昨年のギラバンツ北九州をはじめ、琉球や山口、町田など数多くの例があるだけに期待してもいいと思います。また選手編成面では、秋田のディフェンスの要であるハン・ホガン選手が横浜 FC にステップアップ移籍したのは痛いですが、その他の主力級選手はしっかり残留しており、その他 J3 の各チームから主力級の選手の獲得に成功と、 J3 オールスターズと言ってもいい秋田には、 J3 民も期待していると思います。秋田の特徴である縦に速いフィジカルを重視したサッカーは J2 でも十分通用すると思いますので、昨年のギラバンツ北九州のようなサプライズ枠として位置づけております。そして次、第7位、アルビレックス新潟。本当はもう少し上の順位にしたいけどといった感じ。昨年2020年シーズンは14勝15分け13敗で11位。そこから4つ上がっての7位予想。アルベルト監督が続投と、昨年は中盤戦まではいいところまで行ったんですが、終盤戦に一気に失速した感が否めません。シーズン中の大型補強に、某ブラジル人助っ人外国人の負傷時にエースの怪我などで散々な2020年シーズンでしたが、そういったマイナス要素がなければ、本間志音選手の残留に、渡辺新選手の代わりの新エース候補、昨年の J3 得点王の谷口選手や J2 で実績抜群の鈴木選手など在籍している選手はいいので、順位は昨年より上がっていきそう。しかし例年と違って珍しく助っ人外国人選手の獲得がないので、あともう少しのところでのアクセントが足りないがために、まあ、これくらいの順位かなと予想します。そして次、第6位、FC 町田ゼルビア。資金力からそろそろ昇格争いに絡んでこないといけない J2 における新興勢力側のチーム。昨年2020年シーズンは12勝13分け17敗で19位。今年のレギュレーションだったらまさかの降格。しかしそこから13上がって6位予想。ポポビッチ監督が続投となっており、守備はそこまで悪くなかったので、昨シーズン足りなかった点の取れるフォワード、チョンテセ選手にドゥドゥ選手に太田選手などをしっかり補強して、全ポジション役者
者は揃ったかなと。またディフェンスラインに東京ヴェルディから高橋選手、あとミッドフィルダー中盤のところに長谷川アーリアジャスルー選手の獲得など、ここもかなり大きい。しかもその他現有戦力、佐野海舟選手や高尾亮選手、あと平戸選手など、 J1 に個人昇格移籍してもおかしくない選手をしっかり残留させているので、今シーズンへ向けて戦力は盤石に整っているかなと。ポポビッチ体制2年目ということもあり、飛躍あるんじゃないかなと見ております。そして次、第5位、松本山雅 FC。 まさかのここで発表。このチームを自動昇格に予想する方は多かったんじゃないかなと想像しておりますが、昨年2020年シーズンは13勝15分け14敗で13位、まさかの負け越しの順位から8つ上がって5位予想。昨シーズン途中、布監督から柴田監督にバトンタッチした形ですが、そのバトンタッチされた柴田監督がそのまま続投と、今シーズン J2 で一番大型補強を敢行した昇格候補のうちの1チームと言っていいでしょう。とりあえず選手の出入りが本当にすごい。昨シーズンは監督交代があるなど不審なシーズンではありましたが、途中加入した佐藤選手や前選手の活躍もあり、なんとか巻き返した感があります。そしてそこからメンバーをさらに大胆な編成のやり直しと J1 昇格への本気度を感じます。フォワードはルカオ選手をはじめ高身長選手が多く、それに加え山口和真選手の移籍は本当にびっくりしました。そしてミッドフィルダーもディフェンダーも J2 で結果を残した選手が多く、移籍組だけで1チーム作れるレベル。本来 J2 では昇格争い常連のチームなので、その本来いるべき立ち位置に戻るのは間違いなさそう。しかしチームとしての戦い方を整理するのに新しいメンバーが多すぎて、多少時間を要することによりスタートダッシュは意外と切れないんじゃないかなと思い、自動昇格予想から外しました。そして次、第4位、モンテディオ山形。このチームも間違いなく昇格候補。昨年2020年シーズンは17勝11分け14敗で7位、そこから3つ上がって4位予想となっております。石丸監督が続投と、先ほどの松本が今年 J2 で一番補強したチームならば、このチームは2番目に補強したチームなんじゃないでしょうか。しかもエースのベニシウス・アラウジョ選手や熊本選手、あと野田選手の2枚看板センターバックの残留など主力はほぼ残留しており、抜けた中村選手や渡辺選手、あと大月選手の穴も同じ J2 から国部選手や堀米選手、木戸選手などで補填できており、戦力の充実度は盤石体制なんじゃないでしょうか。新加入の堀米選手や藤田選手は石丸監督の下でプレーした経験もあり、石丸サッカーに馴染むのにも時間は要さなさそう。またこの堀米選手は石丸監督の下で輝く選手なので、ここの活躍があると右のベネシウス選手に左の堀米選手と、攻撃でのアクセントはもちろんのこと、セットプレーでも点を稼ぎそう。昨シーズンはシーズン途中から調子を上げていった感じを、今シーズンは石丸体制2年目ということもあり、頭から発揮できる可能性が高く、昨シーズン見せたホームでの爆発力を今年はホームでもアウェーでも見せてくれるんじゃないかなと思い、順位は昨年よりもさらに上げていくと予想します。そして次、第3位、ジュビロ磐田。なんか申し訳ない、昨年の長崎みたいにギリギリ上がれず的な。昨年2020年シーズンは16勝15分け11敗で6位、そこから3つ上がって3位予想。昨シーズン途中からフベロ監督から交代となった鈴木監督が続投と、選手の入れ替わりも比較的少なく、上原選手を除けば主力はほぼ残留。伊藤選手は正直 J1 に移籍すると思ってました。そして何より遠藤選手と今野選手が開幕からいる心強さ、かなり大きいポイントだと思います。またチームとしてはショートパスを駆使した攻撃は J2 屈指なので、自力は一番のチームだと思います。その分点取れるストライカーがいれば優勝も全然あり得ると思います。大津選手や未知数のコロンビア人フォワードファビアン・ゴンザレス選手と期待したいタレントはいますが、その中で一番期待したいのはやはり小川幸輝選手、超万能ストライカー。昨シーズンはいまいちでしたが、ゴン中山氏がコーチになったので、ここの指導で小川選手が復調するようであれば、磐田は本当に怖い存在かなと思います。しかし絶対的存在の遠藤選手が怪我をしてしまった時のリスクを考えると、絶対昇格とは言いづらいのが正直なところ。そして次、第2位の発表といきたいところですが、まだ未発表の下位22位から19位までをここから発表します。それでは早速、まず最下位の第22位、愛媛 FC。 本当に申し訳ないけど、近年の成績からすると妥当かなと。昨年2020年シーズンは8勝10分け24敗で21位、そこから一つ下がって22位の最下位予想。そして監督はこのオフシーズンに河合監督から泉監督にバトンタッチ。ここは本当に読めない。
河合監督の下ではポゼッションを志しており、後方のビルドアップと後方の広大なスペースを狙われまくって、もったいない失点が多かったんですが、新監督の下どんなサッカーをしてくるのか、監督を変えるとなると大きな方向転換をする可能性が高いので、チームが出来上がるまでに時間はかかりそう。また補強面では内田選手に、秋元選手に、浦田選手に近藤選手と、かつて愛媛で活躍した選手が揃いも揃って復帰してくるので、愛媛サポーターとして期待したいところだと思いますが、チームとしての成長にかつて所属していた選手というのは個人的に疑問視しており、躍進するイメージはあんまり湧かないっていうのが正直なところです。そして次、第21位、栃木 SC。 これも本当に申し訳ない、怒られるの承知ですが、昨年が良すぎました。昨年2020年シーズンは15勝13分け14敗で10位、そこから11位下がって21位予想、田坂監督続投となっております。前からガンガンプレスをはめていき、相手陣地でずっとサッカーをするスタイルは、浦和に移籍した秋元選手の存在あってこそ、彼が本当にスーパーすぎました。しかしそんな彼と、あと田代選手、そして黒崎選手が抜けたのは本当に痛い。代わりにハードワークできそうな畑選手やジュニーノ選手、そして菊池選手を獲得しているとはいえ、そんな容易に埋まる穴ではないかなと。また昨年は過密日程が逆に栃木 SC としては良かったと個人的に見ておりますので、今年は昨年に比べるとある程度日程が緩くなりつつ、交代枠5人なので体力的な余裕が各チーム昨年に比べて生まれるので、栃木のプレスをうまく剥がしそうなイメージがあるので、この順位予想にしております。そして次、第20位、 SC 相模原。J3 のレベルが年々上がってるとはいえ、 J2 もそこまで甘くないよということで、 J2 民からの洗礼だと思っていただければ。昨年2020年シーズンは J3 を舞台に16勝13分け5敗で2位と、引き分けはかなり多かったものの、最終節で大逆転昇格と劇的な J2 への昇格を果たしたわけですが、監督は三浦氏が続投となっております。しかし鹿沼選手に、ビクトル選手に、斉藤選手と主力選手が同じカテゴリーの J2 に引き抜かれているのがかなり気になります。J3 では秋田同様、ボールを最も保持していない2チームが J2 に昇格したということで、ぶっちぎりで J2 昇格した秋田と違い、 J2 で同じやり方が通用するのか、外国人選手の数や質などは J2 レベルになってくると J3 に比べてかなり上がってくるので、耐える時間帯が多くなるのは間違いなさそうで、この順位予想にしておりますが、センターバックに柏から実績と経験豊富な鎌田選手を補強したり、稲本選手の久々の J2、 そしてエースのホムロ選手が残留したということで、ここがどこまで通用するのかは注目したいところではあります。そして次、第19位、レノファ山口 FC。 昨年最下位という成績からすると妥当かなと。昨年2020年シーズンは9勝6分け27敗で大きく負け越して22位の最下位、そこから3つ上がって19位予想。監督は下田さんから渡辺監督に交代と、この渡辺監督の仙台での実績と、何より大型補強、かつて山口で活躍した島谷選手や高木選手、そして岸田選手に、同じ J2 で結果を残した佐藤選手に、草野選手に、渡部選手の補強を考えると、残留してもおかしくないんですが、昨シーズン定着してしまった負け癖はそう簡単に拭えないと思いますし、渡辺監督の攻守に連動したシステマチックなサッカーを浸透させるには時間も労力もそれなりにかかりそうで、序盤戦は勝ち点を伸ばせず、終盤戦くらいに勝ち点を伸ばして、その結果降格するかしないかくらいの順位に持っていくと予想しております。以上、降格するチームの予想はこの4チームとなりました。そして次、 J3 から J2 に昇格しそうなチームを一気に発表していきたいと思います。2位は藤枝前 FC で、首位は FC 岐阜を予想します。これは正直どこが上がるか J3 は全く読めないのが正直なところですが、保有している戦力とこれまでの J3 での実績を加味してこの2チームかなと。どのチームも主力の選手が J2 や J1 に抜かれており、その反面藤枝と岐阜に関してはチームを象徴する選手がしっかり残っているので、感覚レベルではありますが、この2チームが昇格するんじゃないかなと予想します。そして次、肝心な J2 の2位と首位を発表していきたいと思います。消去法からどこのチームか皆さんも分かったと思いますが発表します。まず第2位、ビファーレン長崎。
とりあえず児童昇格おめでとうございますということで、昨年2020年シーズンは23勝11分け8敗で3位、監督はテグラモリ氏から吉田監督に交代、昨年の J1 児童昇格まであと一歩のところまで行った雪辱を今年は果たすと見ております。昨シーズンとメンバーがほぼ変わらずなので、攻撃も守備も完成度が上がりそう。また主力は木田選手を除けば全て残留しており、タレントは J2 で一番だと思います。 J2 ならではの懸念事項として、活躍した選手が J1 に引き抜かれる心配も長崎の場合は豊富な資金力からないと言っていいでしょう。またチームが行き詰まっても補強でなんとかなりそうなので、昨年から引き続く5つある交代枠からも長崎にとっては今シーズンかなり有利なシーズンになると見ているので、長崎2度目の J1 昇格あるんじゃないでしょうか。そして次、栄えある第1位、京都サンガ FC おめでとうございますということで、12年ぶりの J1 なるか。ようやく京都監督に力を入れるようになったという感じで、昨年2020年シーズンは大型の戦力を補強しながらも16勝11分け15敗でまさかの8位、監督はサネヨシ氏から長期ジェ監督に交代、 J2 3年すべて J1 児童昇格をしている長期ジェ氏の圧倒的実績からまあ期待せずにはいられません。宇高選手やヨリーバイス選手をはじめ、個人に頼ったサッカーから組織サッカーへの方向転換をしつつ、昨年の主力はほぼ残留しているので、かつての湘南スタイルに宇高選手やヨリーバイス選手が融合すると考えると夢がありますし、ハマれば J2 独走もあり得るかなと。そのため長期ジェ氏の教え子として、松田天馬選手に竹富選手に白井選手など J1 から数多くの教え子を加入させている点も、長期ジェ監督の目指すサッカーを体現しやすい環境も構築できているので、スタイルの構築も時間はかからないかなと。毎年言ってますが、今年の京都は本当に本当に半端じゃなさそうということで優勝予想にしております。以上、石門ジャップによる独断と偏見による2021年シーズン J2 の順位予想でした。皆さんいかがだったでしょうか。正直ひいき目なところは否めず、賛否の P の方が多いとは思いますが、ぜひ皆さんの意見もコメントに書き込んでいただけると嬉しいです。開幕ももう近く、ある意味この時期が一番ワクワクしているかもしれません。 J リーグファンの皆さんにとって最高の2021年シーズンになることを祈っております。そして次回 J1 の順位予想もアップしますので、そちらもぜひお楽しみにということで、ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。